ルドビカ・カロリナ・ラジビウは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族女性、公女。ドイツのプファルツ選帝公カール3世、フィリップの最初の日。ドイツ5名シャルロッテ・フォン、ラジビル。ルドビカは、プロイセン公国のケーニヒスベルクに、ボグスワフ・ラジビウ公と、その妻アンナ・マリア・ラジビウの一人娘として生まれた。父の死により2歳で、ビルジャイとドゥビンギエイの領地と財産を相続した。 父が息子を残さずに死んだことで、ラジビウ家のうちカルバンハ・プロテスタントを信仰するビル、ジャイル・ビンギエイ系統は、ルドビカの死と共に断絶することになった。ルドビカの父方の祖母は、ブランデンブルク選帝公、ヨハンゲオルクの娘、エリーザベト・ゾフィーであり、この祖母を通じてルドビカは、リトアニアのゲデミナス・アサトヤギエを朝の血を引いていた。ルドビカは、 生涯の大半をベルリンとケーニヒスベルクで過ごしたが、リトアニア対抗国内の自分の領地に対する注意を怠らなかった。父と同様に、彼女もまた共和国内で軽蔑されていたリトアニア語の書籍の出版を資金援助し、同国のプロテスタントの教育を支援した。ケーニヒスベルク、フランクフルトアンデアオーダー、ベルリンの大学で進学を学ぶリトアニア人学生のために、 奨学金を設け、1680年に、ケーニヒスベルクで発行されたリトアニア語のカテキズムと、信仰手引書の出版事業についても、費用を出した。この手引書きはリトアニア語で書かれたものとしては、16世紀のマルティーナス・マジュビーダスが出版したカテキズムに次いで2番目に、早く作られた手引書き書きである。ルドビカは、ポーランド・オーヤン三世ソビエスキの長男役プルドビク、 ソビエスキと婚約していたが、六百八十一年に、これを破棄して、親戚のブランデン武力選定校、フリードリヒビルヘルムの息子ルートビヒと結婚した。これに関して、ルドビカは、ヤクプと交わした、婚前契約に違反したとして国王に告訴された。国王には、ルドビカの持つ広大な所要を没収しようという狙いがあったが、この訴えは、婚前契約自体が偽造されたものだったことが、 判明したため、被告人であるルドビカの勝利に終わった。最初の夫ルートビヒは若くして亡くなったため、1688年にルドビカはプファルツ選定校家の四次講師、カール・フィリップと再婚し、三人の娘を設けた。ルドビカの死後の1716年、夫はカール三世・フィリップとしてプファルツ選定校くらいを継承した。ルドビカは、 末娘のエリーザベトを通じて、バイエルン国王マクシメリアン一世のひいバ,バにあたる。また、リトアニア王に選ばれた、ミンダウガス二世の妻アマーリエインバイエルンの直系先祖でもある。ありがとうございます。